Guys! モンスタージョン TV! 始めました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ、インガサショでやっていきましょう。今回はですけども、最新ジャンプが、考察が外れた！ということで、考察外れ会やっていきたいなと思います。っていうか、考察外れ会ってなんやねんってね、みんな思ってると思いますけども、普段なんかこう、考察当たったーっていう感じで動画出していくわけじゃないですか。そうすると、いやいや、外れた時も動画出せよって感じで言う方もいるわけでございますよ。で、なんで今までそういう風に動画を出してこなかったのかっていう話でございますけども、単純に考察外れたって動画あってもさ、へーって感じじゃない？で、逆に考察当たったってなると、え？何が当たったの？って気になるわけじゃないですか。単純にそれだけ。それだけでございます。だから動画内で俺普通にその考察当たりって言ってるんだけども、いやこれ思いっきり外れたんだよねっていうのを俺全然言ってるんですよ。なんていうか、考察が外れたことに対して、俺全然なんていうか隠したいと思ってないからさ、いやそりゃ当たる時もあれば外れるよねって、じゃあその外れた時をわざわざ動画にするのかって言ったら、いや、しょうもないからしないよねっていう。だけども、ちゃんと外れたっていうのは、なんかやっぱ考察をやってる身としては、なんか、うわここ外れていったっていうのはみんなと共有するのは楽しいからね、ちょっとそういう風に動画内では話していくんだけども、今回はなんか面白いから面白いからちょっと外れ会ということでね、やっていきたいなっていう風に思いますけども、やられたねっていうか、本当にね、ワンピース今どうなってんのよ、本当に。なんなの、すごい展開だよね。もう毎週毎週めちゃくちゃ楽しいなっていう風に思ってさ、で、しまいには救済って来るのかと思ったらもう来ないっていうのが本当嬉しいんだよ。俺今回絶対次救済来るなと思ってたもんね。もう来ないよ。しかも次号またカラーでね、来るっていうことなんで、もう今回とかとんでもない激アツな内容だったわけじゃないですか。次回カラーになるってことはどれだけ激アツな内容なのっていう話だよね。最高です。小田先生、本当にありがとうございます。俺もうね、テンションやばいですよ。そんな中、今回ね、いろいろとまとめていきました。あとリストもちょっと作っていったんでね、それ同時に見ていきたいなと思いますけども、まずは、その、外れたところをね、お話ししていきたいなと。言うて、ただじゃあ転ばない男。それがモンスターズジョン TV こと、ウルージさんでございます。そういう風にちょっとこけていったところもあれば、もうしっかりとぶちかましていくところはぶちかましていくということで、まずはね、外れていったところということで、僕前回お話ししていたのが、白ひげのおやすさんの胸の傷。これ、誰がつけたのっていうところで、ロジャーさんなのではないのか。っていうね。まあ、これに関しては正直俺の中でも、まあ、違うのかなっていうふうには思ってたんですよ。これ動画見ていただければわかりますけども、ロジャーさん、なんか違う感じもするんだよなっていうのも、ロジャーさんがそんな残る傷をね、その白ひげのおやすさんにつけていくかって考えた時に、違うよね。でも言うて海賊同士の戦いだし、こんなトップクラスの二人が当たったら、ただで済むのかってなった時に、で、やっぱその強いやつじゃないと、白ひげのおやすさんに傷をつけれないで考えていくって、やっぱロジャーさんなのかなって考えて、僕は最終結論としてロジャーさんでファイナルアンサーっていう感じで出したんだけども、残念って綺麗ですね。そりゃそうよ。そりゃそうよ。外れていったよ。外れていったけど、なんか嬉しいね。なんていうか、つけていったからと言って、別にそれは海賊同士の戦いだから、もうそれはそれなんだけど、でもついてないと、やっぱロジャーさんだからいいな、みたいな、なんか、わかるこの気持ち。どっちに転んでもいいんだけどもね。だけどもまあ、これはちょっと残念ながらね、そういう風に僕はファイナルアンサーとして、これはロジャーさんだっていう風に言っていったんで、もう見事に、残念という感じになりましたね。マジインガザラシということで、続いてこれまた白ひげのおやすさん関連でございますけども、白ひげのおやすさんもこれ空島に行ったのかどうなのかっていうね、まあこれに関しては別になんかこう白ひげのおやすさんが空島に行ったのではないのかっていうふうに俺は断言はしていません。パターンとしては二つ。だから空島に行ったのか、もしくは行かずにおでん様だけ行ってきて、で、戻ってきて、また会います。で、後にその流れから、まあ、シャンクスの傷をつけていった、その黒ひげがね、つけていったのではないのかっていう、まあ、どっちかのパターンみたいな感じで話をしていたんですよ。派生していくような流れなんだけども、まあ、どっちか。とはいえども、一つ考えていた流れとして、白ひげのおやすさんも空島に行ったんじゃないのっていうところは、残念ながら外れていったという感じになります。まあ、言うて、二択出してたんです。まあ、一応ね、そっちの方が外れたという形になります。だから、ね、消去法になりますけども、そうなって来ると戻ってきたタイミングでいろんな話を共有して、でそこからのシャンクスがおにゃんづいてやられるみたいなね。でもなんかロジャーさんとか白ひげのおやすさんがその目の傷を知らない
ていうのが前提としてあるような感じがするので、そのなんか話し方的にそのシャンクスがこの傷はお前のところの黒ひげにやられたんだってことを言っていたので、まあそう考えるとその海賊団とかね、もろもろ解散になってなんか単独で黒ひげと会ったっていうのが一番ねそれっぽいなというか、まあそれしかねえよね、もうそれしかないと思います。はい、そんな感じでございます。自己完結です。はい、こんな感じで外れていたわけでございますけども、ただじゃあ起きないのが私でございます。そういう風に空島に行ったどうちゃらっていうので、どういう風に行くのかっていうね、生き方としては2つでございます。ノックアップストリームでおにゃんずいと上がっていくのか、それともハイウエストの頂からのおにゃんずいでこう登っていくのか知らんけども、そんなような流れ、どっちかだよね、どっちかっていうので、僕はノックアップストリームで上がっていくのではないのかっていう風にお話をしました。でなぜなのかっていうと、前回のその黒ひげがいた町がモックダウンっぽいなっていう風に思えた、だからこそのそこから一番近いところでノックアップストリームを連想からの、まあそれでいたのではないのかっていうので、もうまさにノックアップストリームでズドンといったと。でこれ見てわかるように、一番最初白毛のやっさんはモックタウンに行って、そこからのロジャーさんのいるこの島に行った、でそこからのロジャーさんたちがモックタウンに戻ってきたっていう話だよね、これ。多分モックタウンに見えるので、だからまあこの空島へ行くルートに近づいたっていう風になってきて、で空島へズドンっていう風になるわけでございます。っていうか何がすげえって、バギーも空島に行っているっていう事実がマジでやばいよね。っていうかバギーでなんか逃げ腰の王みたいな感じするけど、ここ見てるとなんか勇ましい感じするよね。なんていうかしっかりしてんなーみたいなね感じがするわけじゃないですか、その白ひげ海賊団と対峙してる時だから。意外とバギー結構ヤバみなんじゃねみたいな、そのミホークの攻撃をさささってこう下げていったのも、まあ通常であれば能力だから避けれたのではなくて、能力を使って避けていったっていうね、オートモードで避けれたのではなくて自分でシュパーってこう下げていったって考えるとヤバいよね。ないか。わからんけどね、わからんけど、言うて、ロジャー海賊団やぜ。で、ここの雰囲気を見てみると、まあ、もしかしたらねっていう。ねえか。まあ、わからないけど、俺はちょっと今回の回で、バギーさんさらに好きになったなっていう感じでございます。ここで一つ、ノックアップストリームの流れが当たっていくっていうのと、もう一つ、これに関してはみんなも想像していたと思いますけども、おでん様が一発目に思いっきり切りかかっていくっていうね、これも、まあ、見事に当たっていったという感じになります。まあ、性格を考えれば、そりゃそうだよねっていう感じでございますけども、とつっていって、返り討ちに遭うっていうね、これは面白いなという感じでございます。で、一個、ここからはその考察が大手かかっているっていう風になりますけども、シャンクスの攻撃法が今までのゲームとかを見てみると、なんか飛ばしてるよね、赤い何かを。でビリビリってなってるから、それ覇王色の関連なのかなっていう、そういったものを飛ばしてるのかなっていう風に僕はお話をしているんですけども、今回ロジャーさんがまさにそういったような技をやっているんだよね。ビリビリってなって何かこう斬撃というか、そういったようなものを飛ばしてるように思える。これが覇王色的なものを合わせたね、武装色、覇王色とかを合わせた技なのか、まあ覇王色を元として使ったものなのか、やはり覇王色ってなんか威圧するだけに今なってるので、まあそれを使って戦っていくみたいな流れがあったら面白いよね。現にこの構えてるところを見てみると、バリバリバリって言って何かこう出ているんだよね。武装色の流れにも思えるけども、意外とこれがなんか覇王色の流れなのかなって。覇王色といえばバリバリじゃないですか。だから合わせ技って考えれば、刀がこういう風に黒くなっているんで、黒の線と、そして覇王色ってところでバリバリって合わせた技をぶちかましている。だからこその刀同士が触れ合ってないっていう、そういった流れにも思えるので、まあ、もしもそうであれば、考察大手っていう風になってくる。そしてもう一つ、僕前に、つい先日だね、出した動画で、シャンクスが実は拾われたのではないのかっていう流れを出しております。それ見ていただければわかりますけども、やはりロックスがお父さんなのではないのかっていう流れだったりとか、いろいろとちょっと結構深みなんだけども、やっぱ子供時代にシャンクスが拾われているわけでございますから、1歳とかそれぐらいで拾われているってなってくるわけでございますから、ベイビーでございますよ。ロジャーさんたちはベイビーを拾っていることになるんだけども、今回その白ひげのおやっさんのところからおでん様がこっちのロジャーさんの船に来ましたよと。で、桃之助様だったりとか、日和様がいるということで、なんか赤ん坊来てみんなすげえ嬉しそうだなと。で、面白いトークがここで出てくると、昔を思い出すなっていう風にレイリーさんが言っている。昔って何って話なんですよ。昔、この船に子供がいたのって考えていくと、あらら。シャンクス？あららっていう風になってくるよね。で、シャンクスはすげえなんか可愛がられてる風な感じじゃないですか。その帽子の流れとかね。すげえ、ロジャーさんのなんか雰囲気を感じるなっていうところもあったりとか、なんかすげえ可愛がられてる風なので、そう考えると、
これはっていう、やはりその説が結構生きてくるんじゃないのっていうことで考察大手っていう風になってくる。だからさっき言ったその覇気の流れっていうのと今回のはまあ大手がかかっているって感じになります。そしてもう一つ、これに関してはなんか考察が当たったどうこうではなくて、だから何って感じなんだけども、先日僕が出した動画で白ひげの親さん、そしてロジャーさん、おでん様っていうのが子供の頃のルフィ君たちの位置にすげえ似てんなみたいな、ルフィ君、エース君、サボ君、この3人の位置にすげえ似てる、そのまあ杯を交わした時の流れってことはすげえ似てる。で、会話の流れが今回もうまんま来ましたよ。その会話が一回途切れて、はぁみたいな感じになっていく。これ何っていう。で、さらに重なってくるのが白ひげのおやすさんのこの反応だよね。何言ってやがる、ロジャーガキでもあるめえし、グラララララララっていう風に笑っているわけでございます。これ思いっきり位置的にサボくん位置ではね、何これって感じじゃないですか。まあただこの位置、ルフィくん位置にロジャーさんが来てるわけでございますから、なんかちょっとごちゃる感じはあるんだけども、ただまあなんかこの3人っていうのがまあその子供の頃のルフィくんたち、その3人となんか似ているわけでございますから、これがどういう風に後に広がっていくのかっていうね、これ結構重要だと思いますよ。で、レイリーさんの発言でもなんかこう時代が繰り返してる、ああだこうだみたいな話が、その2年後の世界、ルフィ君たちがシャボンディから行くとき、海の中に入っていたときに、そんなようななんか話をしていたような記憶があるんだよね。なんかこう繰り返しているのかみたいなね、ことを言っていたので、そう考えると、なんかまあまあ転生とかは違うけども、なんかあるよね。まあ意思的なものが受け継がれてるというか、そういったような感じで考えるとね、それはそれでなんかぽいなっていう風にも思えるわけでございますけどもね。あとは今回の場所、これも相当大手かかっているけども、ノックアップストリームの流れから考えていけば、まあ前回僕が言っていたモックタウンっていうのが結構可能性としては高まってくるのではないのかなんて思います。あともう一つありましたね、空島に行ってからのこのロジャーさんの発言でございます。この石は強い声が詰まってて見つけやすいっていう風に言っているんだよね。で、石に掘られてる内容ではなくて、石の中に眠る声から書かれてる内容っていうのをある程度理解している、大きな力の話だなっていう風に言っているんだよね、ロジャーさんが。で、それに対しておでん様がポセイドンって兵器のことが書いてあるっていう風に返しているわけでございます。僕が前の話したのは見聞色の流れからそういったような石、まあ古代文字が書かれてる石っていうのを読むというよりは記憶を見るみたいな、そういったところまで、まあ、行くのではないのか、まあ、聞くっていうところもそこまで派生する可能性があるのではないのかっていうふうにお話をしました。見聞色って未来を見ることができるわけでございますから、過去を見るっていうのもできるのではないのか。それこそレッドフィールドに関してもそんなような力をね使ってるわけでございますから、まあ、同様なのではないのか。万物の声が聞こえるっていうねところからの、そういった作り手の思いだったりとか、そういったのが感じ取れるのではないのかっていうね、そこがまさにまあこれは当たってきたけども、まあそれイコール俺が言っていたことなのっていうところでは、当たりっていう風にはまだ言い切れない、大手がかかっているっていうことでね、まあ結構いい感じに来ているのではないかと思います。ということで改めて見ていくと、外れたところとしては残念ながら傷をつけたのはロジャーさんではなかったっていうところと、白ひげのおやすさんは空島に行っていなかったっていうところで、逆に当たりっていうところではノックアップストリームの流れでございます。で、大手がかかっているっていうところは今回結構ね、激アツな感じで、まあその強い声が集まっている、今言った流れだったりとか、吐き飛ばしっていうね、これはシャンクスの流れが来るのかどうなのかっていう、あとはシャンクスの子供時代の話、子供時代シャンクスは拾われたのではないのかっていうね、そこの流れだったりとか、3人の図式でございます。ルフィ君の子供時代と会ってくるっていうところで、モックタウンなのではないのかっていうね、そこら辺とかが結構まあ大手かかっているということで、まあまあまあいい感じだと思います。外れはしたけども、当たりもしながら結構大手かかっているような感じのものが結構出たんじゃないかなと思います。外れていったのはね、やっぱね、残念でございますけど、それ以上の面白さで外れていくから、めちゃくちゃ面白いんだよね。だから考察っていうのはね、やめられないんですよ。楽しすぎるんですよ。遥か上をズドーンと思いっきりぶちかまされる、この感じたまらないですよ。見た瞬間に、うおー、そっちだったかみたいなね、これはこれすげえ面白いんですよ。で、何が一番面白いかって、それをこういう風に動画で共有することでございます。だから、最後にもう一回言いますけども、俺がなんで動画で考察外れたって動画を出さないのか、つまらんからで、ね、普通に見て、あ、外れたんや
えぇ、ー、ってなって終わりだから、まあそういう風にね、当たったっていう時は出して、その中でも、前回のやつが外れたよねとか、今回外れたよねっていうのを盛り込みながら話していくみたいなね、そんなスタイルでやっておりますが、今回はまさかのね、外れたっていうのを前に出していくっていうね、おもりでございます。でもこういったようなノリが一番面白いと思うんでね、そこら辺もちょっとみんなで一緒に楽しんでいけたらなと思います。はい、ということで今回この辺で締めていきましょう。最後になりますが、じゃんけんタイム行きましょう。最初はグー、インガザーラシ、ということで P でした。また次回お会いしましょう。 See you next time!